皆さん、東京ゲームショー2017カプコンブース、そしてステージにようこそお越しくださいました。ここからは全世界のハンター待望のシリーズ最新作モンスターハンターワールドスペシャルステージをお届けしていきます。司会進行は宇佐美由紀がお届けします。今日もよろしくお願いします。さあ、そしてですね、今回のこのステージはプレスや関係者の方以外にも皆さんに写真撮影や動画の撮影などもしていただけるステージとなっていますので、ぜひ SNS などでも拡散していただければと思います。それではまずはモンスターハンターワールドをご紹介いただく開発陣の皆さんにご登場いただきたいと思います。モンスターハンターワールドプロデューサー辻本良三さん、エグゼクティブディレクターアートディレクターの藤岡かなめさん、ディレクター徳田裕也さんです。まずは順にご挨拶をお願いしたいと思います。辻本さん、お願いします。はい、モンスターハンターワールドのプロデューサーの辻本です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。藤岡さん、お願いします。はい、今回、アートディレクション、中心にやらせてもらってます。エグゼクティブディレクターのボロボロやないか。エグゼクティブ、エグゼクティブ藤岡です。よろしくお願いします。はい、噛みすぎでしょ徳田さん、お願いします。はい、モンスターハンターワールドディレクターの徳田です。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ちょっと朝に弱いメンバーのね、一発目のステージで3人とも声ガラガラですから、ね、台本開いてないですけどちょっとね、雨の中皆さん朝早くお越しいただいてありがとうございます。ちょっと謝った方がいいんじゃないですか、雨の。すいません、また雨です。すいませんすいません、すいません。はい、でもまあ、ちょっと止んできた、明るくなってきたところですんで、はい、気を新たにですね、このモンスターハンターワールドなんですが、先日辻本さん発売日がついに発表になったばかりですよね。はい、もう一度おさらいさせてください。発売日の方こちらです。はい、来年2018年の1月の26日金曜日になります。発売予定しておりますので、今頑張ってここに向けて頑張って作ってるところですので、あの皆さんしっかり覚えておいてください。あの金曜日なので、ちょっと金曜日発売ってあんまりないので、あの皆さんぜひ覚えておいてもらえると思います。はい、はい、では今日のステージは何から始めていきましょうか。はい、まずはですね、あの先日公開になっているプロモーション映像をですね、せっかくこの大きな画面ありますので、こちらで見ていただきたいと思います。お願いします。どうぞ。開始だ。来たぞ。行くぞ。作戦開始。
ありがとうございます。ありがとうございます。さあモンスターハンターワールド、先ほどね今見ていただいたのが先日公開にあったばかりの映像だったんですけれども、気になるところいっぱいあったんじゃないですか。そうです ね, ね、気になるところあると思いますので、はい、ちょっとおさらいをします。まずはですね、こちらスライド出ますか。あれ違うかな。違うよ今日は。間違えましたね、今日は進行が違うで朝弱すぎですよそういうわけでですね、ここからいきなり実機で。そうですよ、いいですか。プレイしてあ、合ってますか。大丈夫、合ってます。じゃあゲームやりましょう、ね、はい、というわけで、はい、いきなり実機です。わかりました、はい、しかもこれ皆さんご注目ください。こちら初日もやったんですけど、皆さん多分見てないと思いますので、皆さんがゲームご購入いただいたゲームを始めるますよね。その序盤やります、いきなり。でこれ結構いいのでいいので言って変ですけどこのストーリーとかの概要とか、何で自分がそういうことをしてるのかみたいなのが結構分かるので、ぜひ見ていただきたいと思います、はい、で結構ですねボイスとか入ってきて、ゲーム中でもうほぼ進行していってくれるので、ところどころですか僕ら話しませんので、ご了承ください。はい、いきますよ、はい、もう切り替えてもらっても大丈夫です。はいはい、ご自身がプレイしている感覚でぜひ見てみてください。はい、じゃあ行きますよ。はい、どうぞ。少々お待ちください。はい。さて第5期調査団の諸君、そろそろ時間だ。別れの言葉は必要ないな。この船に乗ったらもう後戻りはできない。もし覚悟が失われたのであれば、ここで引き返すことを進めよう。それではこれより新大陸に向け出航する。ごめん。君たちに導きの青い星が輝かんこと。新大陸に到着だな。あんたも準備完了。いよいよか。国を出てから長い旅だったな。あんた緊張してる？俺はそうだな、少し怖いけど楽しい。ねえ、もしかしてあなた推薦組じゃない？キグ、俺たちもなんだな。名前を教えてくれよ。はい、というわけでここでキャラメイクが入ります。おお、今まで自分が映ってないですよね。はい、で名前を聞かれてここでキャラメイクになるんですけど、今日はここちょっとじっくり見せます。はい、今回ですね、はい、本当に細かい設定ができますので、まずこのプリセットって、これはねこちらの方でご用意させていただいたものになるんですけど、まずとりあえずそれを選んでそこから変えていくということもできますので、はい、ちょっといろいろやってみましょうか。じゃあまず髪型、はい、顔型ね。まずは輪郭をちょっといろんな輪郭を選べます。はい、まあちょっと骨張った感じから丸みのあるものまでいくつか用意してもさせてもらっているので、まあ好みの顔型をまず選んでもらって、次肌色、まあ白人から黒人まで、なんかどの色も自然ですね。そうですね、でこうパレットで選べるので結構自由にいい感じのところにセットしてもらって、次
髪型、この年齢です。あ、年齢、これね、まあ、これ大体ね、好みの年齢が年齢、これ、まあ、自分のキャラクターの年齢って大体こうイメージがあるじゃないですか、うん、おじいさんから若い人まで、はい、まあ、なので、まあ、好みの年齢してもらって、さらにあのちょっとシワの深さっていうのが、出ますんで、それであのキャラクター性をちょっと、コントロールしてもらえればと思います。なのですごい、あのシワの深さを浅めにすればつるっとしますし、うん、まあ、深くすればよりディティールが出る。そうですね、ちょっとこれをじゃあ若くしてください、はい、でしていくと、まあ、若い人、すごい、はい、すごいアプリみたいなんですけど、女子的に言うとすごい、はい、アプリはでもシワの方はないです、はい、まあ、こういった感じでちょっと年齢設定してもらって、次髪型ですね。まあ、このあたりは今まで通りな感じなんですけど、まあ一応好みの髪型セットしてもらいます。で、髪色も当然、あと今回あの男性も女性ももう分け隔てなく選べるので、髪型、まあ、ここからは好みですこの子に女性の髪型とかもはめれるんです。はめれるのははめれるんです。あの、ほらでもなんかイケメンだから何でも似合う、はい、まああのね、漫画に出てきそうなキャラになります。かっこいい、はい、で髪色ですね、まあ、この辺はあの、パレットから選んでもらってもいいですし、カラーバーで微妙に調整してもらってもいいですね。細かいな、はい、むっちゃ細かいですね、はい、次眉毛ですね。やっぱ眉毛キリッとした感じから、まあちょっと柔らかい眉毛まで、一応あの眉毛の太さとかも、いくつか用意させてもらってて、で眉間の深さっていうのも結構キャラクターすごい変わってくるので、はい、まあ、このあたりも彫りが深かったり浅かったり、ちょっと 上目だったり下目だったりっていうのを選んでもらいつつ、次目、やばい、ゲーム始められないかも、はい、ここだいぶ時間かかると思います、はいはい、目もこう丸みだあったり細みだったりっていうのも選んでもらいつつ、ちょっとポジションも、少し触れます、まあ、ちょっと上目がいい人は上で、下目がいい人は下、どこ動いてるのか分かんないぐらい細かいです、ね、目の位置どこどこ目の位置です、目の位置が、はい、目の位置、目の位置です、はい、でちょっと幅を広げたり狭めたり、まあ、この辺もちょっと微妙に調整してもらってすごい、はい、であとまつげの印象で結構キャラクター性変わるので、これちょっと、まあ、まつげも女の子で見せる、女の子だとね、後ね、結構後で見せましょう、後でじゃあ女の子で見せます、うん、はい、まあ、こんだけ散々見せてますけど女の子の方もちゃんと見せます、はい、で鼻の形もこうちょっとあの突き出た人から丸みのある人まで、いますんで、まあ、その決めてもらって、鼻の位置もちょっとこう上下調整できたりもします。はい、水塚さん、ちょっと待ってもらっていいですか、はい、はい、すごくお客様が増えてきましたので、うん、もうちょっとずつ詰められるところがあれば、はい、前の方にお願いします。すいません、申し訳ないです。ここのめちゃくちゃ前方の方は多分結構ステージ長いので、あんま詰めすぎても辛いかもしれない。後ろの方ですいません、ご覧いただいている方もっと近くでぜひ見ていってください。すいません、通路になってますので、ありがとうございます。はい、ではで、口、まあ、口も選べます。まあ、あの唇厚い人か薄い人まで選べて、まあ、位置も当然変えれます。なので目の位置と鼻の位置と口の位置でちょっとこう顔の頭身をコントロールしてもらえると、まあ、自分好みの、顔になってくるかなと思います。でそこから、ヒゲ、まあ、この辺も選べます。まあ、今まで通りな感じなんですけど、いろいろ設定されているので選んでもらって、髪色と合わせるなら色合わせてもらったりっていうのもできます。はいですね、はい、ざっと言って女の子でもやってもいいですよ。はい、はい、女の子みたい、女の子しますか。はい、じゃあ性別を戻っちゃいますよ、もう、はい、で女性ですね、はい、まあ、これも、一応開発の方から、組んでも組ましてもらってるプリセットがあるので、まあちょっと好みに近い顔を選んでもらって、可愛いですね、みんな可愛い、ミスワールドって感じ、いろんな国のミスワールド女の子、可愛い子たちが、はい、でこの顔型もちょっと丸みだったり骨張ったりもあって、うん、まあこの辺ずっと一緒です。はい、で女性でも結構シワ出ますんで、あーそうですね、シワはいいよ、まあ、まあこの辺は好みですよ、こう年齢上げていただけると、まあ女性はね、でもさっきの、はい、男性よりはちょっと浅めですけど、うん、まあ肌色の色味でもだいぶ見え方違うんですけど、まあこの辺も女性もできます。ちょっとあった方が人間味があってなんかいいかもしれない。ちょっと髪の毛が、うん、分かりやすい髪の毛にして、はい、先ほどは好みですね。で髪型もちろん男性女性、先ほど言ったような感じで合わせれますし、眉毛も
当然同じようにできますと、はい、目まつげね、そうですね、はい、でまつげが結構長くなったり、まつげ、はい、これね結構印象が変わるんですよ、ほらメイクと一緒ですね、はい、でこういうのでも、まあ、ちょっと好みの、あのすっきりさせたい人はやっぱ短い方がすっきりしますし、まあ、長い方がこうパチッとするんで、まあ、ちょっとそういうのも派手になるかな、はい、で鼻とか口とか、まあ、この辺一緒です、ずっと一緒で、はい、かわいい、かわいい口になりましたねこれ、はい、で今回ペイントが一応2種類選べます。お、なんかすごい、はい、こういう色も選べるんですか。あのね、これ一応どういったものがまず貼られるかっていうのをまず選んでもらって、はい、でそこからまた色とか位置ですね、はい、ね、まず何か分かりやすいやつ選ぼうか。どれがいいかな。まあ傷つけるのかわいそうやな、うん、そのほくろっぽいのでいいんじゃないですか。あ、そのうん、あ、それいくか、それ、あ、それずらしていったらいいかな、まあいいか小ばかす、あ、そういうのでしょうか。すごいペイント、ペイント、あ、それでしょう、ね、結構目立つものがあります。まあまあまあいいや、はい、選んで、で位置を変えれるんですよ、はい、ほう、これ色もうちょっと色分かりやすい、ね、今どこ、今ね、分かりやすい、透明に近いような感じになっちゃってね。あ、そうですね、ね、透明度も選べます、はい、なのでちょっと肌になじませ、なじませたい人は少し透明度を、どこ行った、一番下、一番下、そうそうそう、はい、それをね、ぐーっと上げていくと、はい、こんな感じで出てきます。はい、で、これでも一応選び、まあちょっとキラッとさせたい人はメタリック、これあの、かっこいいね、唇、口紅とかもあって、でちょっとメタリックとかを入れてあげるとキラッとするんですよ。なので、まあ、ちょっとこれも位置を、そういうこと、ね、はい、上下グッと上げていきましょうか。おでこの当たりぐらい、おでこの方にも。正解はそこですよね、きっと、うん、まあまあこれは好みです、好みなの、はい、好みなので、ここから唇とかもできますよ。口紅あるかな、どれや、唇は印象変わりますよ、印象変わりますからね、男性でもだいぶ違ったもん、はい、これですね、はい、これで、またカラー設定しようか。ちょっとあれ、ちょっとあれしましょう、紫っぽいのとかにしましょう。なんでですか、辻本さん好きなのそれ。じゃあ辻本さん好きそうなんで、紫、紫好きなの、紫好きなの、好みですか、好みですか、これは紫、はい、で、これも透明度でちょっとなじませたり、ほら怖くなったな、できますし、ね、この光沢、メタリックとか入れたり光沢入れるとちょっとこうグロスっぽく、あ、はい、あ、悪くないですね、ほら、可愛くなってきた好みなんだ、はい、まあ、こういう風にちょっと色ツヤ出したりとかもできたりするんで、まあ、結構触り出したらきりないんですけど、はいはい、こういったこともできますと。で、そこからさらに、まあ、プレイヤーになった時に、まあ、こう喜んだり残念があったりみたいな表情があるんですけど、その辺のキャラクター性ですね、表情のバリエーションも、まあ、一応どの辺が好みかなっていうのは設定できます、はい、クリアした時にちょっとこうとか、ジェスチャーした時の表情とか、その辺の度合いですね、すごい表情豊かな子にしたいんだったら、こう表情豊かなものを選んでもらっておくみたいな、はい、でそこはインナーですね、まあ、この辺は今までの感じですね、色選んでもらったりしますと。あ、かわいい、はい、で今回は、あ、まあ、声も選べます、もちろん、はい、で、初期装備、一応レザーとチェーン、あとインナーのままっていうのを選んでもらえるので、まあ、自分がどの辺でスタートしたいかっていうのをこの辺でもうすでに決めれます。さっきまでにあって全部こうライティングも変えれるんで、はい、暗い時の見え方とかも、はい、判断して見てもらった上で選んでいただくことができます、はいはい、で限定特典の、ってずっと言ってたオリジン装備っていうのがあると思うんですけど、はい、それがね、この初期装備の中に入ってきます、うん、なのでここでオリジンも選べるようになりますんで、はい、はい、後で説明しますが、パッケージは数量限定で、ダウンロード版は予約の特典になってるやつですね、はい、無印の時のね、はい、オリジン装備、はいはい、まあ、こういった感じでキャラメイク、はい、こんな可愛いのでいっちゃうの、いきましょういっちゃう、うん、でも名前は名前はやめてよそれ言うの、カルビ、カルビはおかしいやろ、またカルビ、こんだけ可愛いのに親恨みますカルビあと、はい、これも音もいけます、はいはい、これもプリセットで一応毛並みと、あー可愛い、これね、すごいですよ、毛並みの柄ですねとか耳の形とか、まあ一応そういうのを組み合わせるんですけど、開発おすすめがあって、ここから一応ね、 これはねちょっと細かいんですけど、毛の長さですか、ちょっとね毛が長くふわっとなったり、短くなってザラッとしたりするっていう、毛の太さとかいっぱい、はい、すごい、で毛の太さとかでも、まあちょっとふんわり度合いが変わったりしますんで、
まあ、この辺もこのほらほらほらちょっとほらほらほらザラッとしてくるんですよちょっとあの設定してるときはちょっと変な感じになりますけどねもわーってなって、はい、で肌の色、肌の色、毛の色ですね、これベースの毛の色、そこから、はい、色の設定してもらってあとは模様かなよ、はい、模様、まああのどういう模様がいいかっていうのも選べます、はい、もちろんこれも色変えれます、はい、ザラザラだ、かわいい、ザラザラ、ちょっと野生っぽいでしょ、うん、はい、でそのこっから目つきも変えます目つき目ね目目でね、はい、だいぶ変わりますよ、印象印象変わります、はい、ちょっとニヤッとした感じとか目つぶり、はい、一応あの悪そうなやついたな今まあデフォルトの顔がこんな感じになるっていう感じなんで、ちょっと分かりやすい目、まんまる、まるかわいい、まるめが一番、まんまるがいいですか、まんまるがいいんじゃないか、まんまるですね、うん、かわいい、かわいい、まんまるにして、右目と左目バラバラで色つけれます、で、耳の形ですね、どんな耳の形がいいか、まあ横に垂れてるやつがいいな、垂れてるのがいいか、はい、垂れてるのがいいかな、かわいいな、まあこれかわいいな、で、尻尾、まあこの辺も形好きなのをしてもらって、うん、まあ丸いのでしょうか、なんか丸々やな、キツネみたいになってきましたね、はい、で、インナーももちろん変えれて、で、声と、これも初期装備、着るか着ないかも設定あ、かわいい、できます、はい、で、まあどっちでも好みですね、はい、はい、完了です、で装備これ一応設定するんですけど、あのアイテムボックスの中にも入ってるので、あとあと着替えたかったら着替えさせてください、キャラメイク、はい、ちょっと待って、あのこれであの一応キャラメイク、自分のキャラメイクとオトモアイルのキャラメイク終わったので、これで決定すると、先ほど途中だったんですゲーム、はい、名前聞かれたじゃないですか、そこに戻っていきますので、そこはまた見てください、はい、はい、ロード画面に出てるこのエンブレムが5機団のエンブレムです、あ、私たちってことですよね、ハンターですよね、5機団、はい、お近づきに、はい、推薦組同士頑張ろうぜ、乾杯、はい、古竜はなんで新大陸に向かうんだろうな、あんたは新大陸に古竜の秘密があると思う？調査が始まって40年ぐらい経つんだとさ、ギルドは俺たち5機団の派遣で古竜あたりの謎が解明されるのを期待してるらしいぜ。そういえば推薦組って2人1組が原則らしいよ、あなたパートナーとはもう会った？わかりますか？さっき突然波の音が変わったんですよね。陸が近いからかな。あなた推薦組でしょ。よろしく。さっきの話ちょっとだけ聞こえたんです。はじめまして。何を隠そう、私も。に着きましたね、一応。そうですね、先ほどちょっと接触した岩場に、はい、
ちょっとふるい落とされてしまって、でなんとここからもうゲームになります。プレイしてます。はい、実際にも触ってますこれ。はい、でこれ序盤なので、いませんか、このようにですね、基本操作とかも教えてもらいながらストーリーがちょっと進んでいきますので、はい、見てください。あなたは、見てください、私たちの船が、いけない、このままでは。はい、ここにいると危険です、こちらに。全部操作してますからね。はい、今徳田が、はい、エアブルですね、はい、操作してますんで。急いで。とにかく上がりましょうと。で、まあ彼女の誘導に従って動いていけば、まあ話は進んでいきます。というわけでここで一回止めてもらって、はい、というわけでこれで新大陸に上陸していきますという、はい、またこのゲームの序盤のそうですね、はい、お見せいたしましたというところです、はいはい、そんな感じです、まあ、あんな感じでイベントカットにもキャラクターメイクしたものが反映されていきますので、まあ、ちょっとより感情移入今までよりはしてもらえるかなと、はい、思っております。はい、はい、そしてですね、今回東京ゲームショーはたっぷり皆さんにお見せしたいと思ってまして、また実機行きます。まだ行きます、はい、ただちょっと用意させてくださいちょっとまだ出したらダメです、はい、これね、あ、待ってください、まだダメです、まだダメですよ、はい、いい、まだですよ。何見せてくれるんですか。ですね、いよいよ、うん、いよいよはい、メインモンスター今ここで確認してます今日ふわふわしてますから大丈夫ですか。いよいよですね、はい、パッケージにもなってるメインモンスターのネルギガンテっていうモンスターいるんですね、はい、このモンスターをですね皆さんに実機で
お見せいたしますよ。はい、少々お待ちください。はい、お待ちください。まあ、一応初日からちょっと自己紹介的にね、ネルギガンテは紹介させてもらってたんですけど、まあやっぱ実際に動いてるところをね、ユーザーの方に見てもらった方が、まあ、イメージ湧きやすいかなと思ってるんで、まあ、今日はちょっと徳田さんに頑張って、はい、まあ、ちょっと強いんで、本当に強いんでねどうなることか、はい、だいぶドキドキしてます。あ、いいですよ、はい、では画面ください。はい、はい、緊張しますね。何しろ相手はあのネルギガンテ、全てを滅する古竜ということですが、一体どんなモンスターなんでしょう。では地図を見てみましょうか。まずはこちらの場所を目指し、ネルギガンテの痕跡を見つけましょう。今回本当ではターゲットを探し出し、時間内に討伐してください。くれぐれもご注意を。ですね、今回本当にこういう風にゲーム中でいろいろ説明してくれますんで、結構ね、解説がいらないんですね楽でいいじゃないですか。楽でいいですで、これクエストを行った後でもですね、このようにキャンプでですね、装備変えれるんですけど、ちょっと変えてみましょうか。はい、今日は何でやるんですか。今日はね、ちょっとライトボウガンでやろうかなと思ってます。ライトボウガン、意外とボウガン、見せてないんですよ。意外とやってないっていうのもありますし、はい、ライトボウガン、ね、エルギガンテと意外と相性が良かったりするんでね。 あとですね、ちょっと徳田座って待っといて、ちょっと待って、先にちょっと変えさせて初日やられちゃいましたもんね、エルギガンテ。かわいいこれをちょっとそのまま待っといてもらったら、見てください、プレイヤー何も操作してないとき、なんかちょっと仕草するんですよスリンガーをちょっと調整してみたりとか、この後ナイフ出すかな、ナイフ出す、まあ、辻本さん気に入ってますよ、ね、これ好きなんですよ、好きなんですよ、ね、自分が見たいだけやから、そうそう、行こうやもう、何も操作してない全然出さないですけどエルギガンテ行きたいよね、ほら、うん、ほら、ほら、ナイフはいっか、次の時ナイフはいっ、ナイフいいの、はい、じゃあどっか違うところで見せるか、カップン TV とかそっちで見せるか、はい、あ、ほら、なんかやりだしました、ちょっとね、ケトルの様子を見たりとかね、うん、あ、湯加減見てんのかな、ええ、全然ナイフじゃないんですね、ナイフじゃなかったですね、はい、体力減ってる時にテントの中戻ってくるとあれ飲むんですよ、ピーって。あ、そうですね、回復薬ですね、はい、食事してきます。試し食いましたか。はい、これこういう風にフィールド上でも今回食事できます。はい、さらにフィールド上ではこうやってですね、受付嬢の子が作ってくれるんです。うー、はい、うまそう。あー、なんか匂いしてきそうなぐらい、なんか匂いしてきた気がしてましたよね一瞬はい、もう満腹でいい感じで体力も上がったんで、行きましょう。いよいよ、いよいよ、さあ、はいよ、ネルギガンテね。お、なんか青いのは、これはシルベムシなんですね。これシルベムシです。ってます、はい、今まで緑だったですけど、はい、特別に強いモンスターがそのフィールドにいるときは、シルベムシがこの色になるんです。なので、なんか強いやつおるぞっていうのは、警戒してもらった方がいいですね。お気をつけください、はい、という、はい、ことですね。これネルギガンテの痕跡です。おお、これなんだろう、はい、これね、体のトゲをね、結構飛ばしてきたりするんですけど、はい、まあ、それをね、痕跡でちょっと置いていったりとか、あれね、あれ、なんかいますよ、ほら、なんかいる、見えますか、奥の方に、ほら、ちょっとゴソゴソしてるでしょ、いますよあえて痕跡落としてるんですよ。うわこれ、これほら、気づかれてないですね、はい、痕跡落としてたのか、落としてんちゃうかな、落としてないかな、あの辺の足跡とか、そうですね、それじゃない、あった、まだ気づいてない、うん、まだ気づいてない、やばいやばい、しびれてます、間違えてる、もう怒るよ、なんかやってる、はい、あ、落としましたね、痕跡、はい、痕跡落とすんですよ、ほら、全然気づかないですね、あれ、後ろ向いてるからですね、後ろにいるから、はい、自分前だったらもう即やられてます、はい、なのでモンスターがその自分の行動で痕跡を落としていってるんで、本当になので、痕跡を追いかけてるだけでも意外と、追いつきますね。翼を、はい、さあ、あ、ついに前方に出てきました。あ、やばい、でかいでかいでかい、うわ、はい、あ、このモンスターの大きな特徴は、まあ
皆さんも見てわかると思うんですけど、あの全身にあるトゲです、はいはい、トゲが非常に、まあ、厄介な代物でして、まあ、基本はこういう感じであのすごいどんどん来る武闘派なモンスターなんですけど、はい、すごいこのキャラって再生能力が高いんですね。で V とかがちょっと傷ついたりとかするとすごい勢いで再生するんです。で再生するとトゲが伸びてこう攻撃力が上がってくる。今あの首周りちょっと白いトゲが伸びてると思うんですが、はい、この状態がもうすでにあのトゲが強化されてて攻撃するたびにこうトゲが飛んでいったりとか攻撃力が上がったりとします。なんでそこに入ったんですか。なので、この状態非常に危ないんですけど、はい、おー壊した、壊された。あれあの実はあのこの装飾モンスターたちあの危ないんであのみんなで防御の陣形をもう変なこと言うからですよ。もうちょっとやりましょう。強い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 。まだあの説明仲間だったすいません。あのそうあのトゲが白いうちはですね攻撃力まあトゲ飛ばしてきたりとか攻撃力も高いんですけど、はい、その分 V も柔らかいのでまだ白いうちはチャンスはチャンスだ。チャンスはチャンス。行かなきゃいけない時というか、はい、むしろプレイヤーはその白いトゲを壊していきたいんです。じゃないとあのより悪あのまずい状態になっていくんで、うん、もうでも帰ったらまずい状態になってんじゃないなってると思いますね。カチカチになってると食べながら歩いてるんですか。あはい、今まではこう肉とかも全部ね止まって食べてたんですけど、走りながら肉も食べれますし、まあ回復とかも移動しながらできます。はい、いるかな。いた、いるいる。ほらもう真っ黒ですね。で白いのが黒くなるとこれがやばいんです。一番あの硬いし強いしっていう状態になっちゃうんで。黒くなってますめちゃくちゃ。はい、はい、でプレイヤーがやっぱり攻撃しても、V は傷つくので、はい、もちろん強化されますし、こいつ自分の攻撃でも勝手に傷ついていくので、なのでほっといてもやっぱどんどん強くなっちゃうっていうのがあって、なるべくその V 破壊をこうコントロールしていきたいっていうモンスターですね、はい、さあここから巻き返せるんでしょうかね。強いっていうのは伝わってますよ。さすがメインだなと。僕がねいらんことをやってって言っちゃったのがまずかった。まあでもガンナーは本当に深追いしなければ距離が行くんで。そうですね。あとこのね設置榴弾っていうこの地雷みたいな弾をですね、はい、ライトボーガン打てるんですけど、このネルケガンっていうのは攻撃でも起爆できるんで、はいはい、こういういろんな攻撃範囲が広いモンスターについては結構これが有効だったりしますね。そうですね、はい、でライトボーガンどうしてもあの火力不足なところもあるんで、こうですね、ああいうのを使ってちょっと、ダメージ取っていったり、あとのけぞり誘発させたりするっていう、あれ、仲間のハンターの攻撃でも起爆するんで、はい、まあみんなで協力してああいうのを打ち込むと結構火力が伸びていきます。今左の肩が白くなったかな。なってますね。左の肩、あ、白くなってますね。なってるでしょ。あれほっといたらまたやばいんですよ。なの でこの状態でここに攻撃を集中して、集中していきたいんですが、いきたいんですが、いけるかな、いけるかな、いけるかな。危ない危ない危ないよ。あ、左、右手もなっちゃう。危ないよと。あ、うおい、ナイス。どうなったかな。ナイス。どうなったんだろう。どうなったんだろう。いけたかな。あ、左まだかな。うわ、音が飛ばしまきましたね。音がもう。音も狙われてますね、今。よかった、今。あ、魚が出てきた。驚いちゃいますよね。驚いちゃいますよ、それ。怒ってますね、もう。ここちょっと水辺で危ないんで。うん、あ、はいはい。連れてきます。はい。ほう、ちょっと誘導するそうです。さあ、今から見てるという方もモンスターハンターワールドのメインモンスターを今実機でプレイしてます。よかったら写真とかも撮れるので、ぜひ見ててください。そうか、今からね、見た方もいるかもか、ね、はい、発売前なんで、ね、うわー、わい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 、狭い、狭い、うわー、やばいんじゃない、やばい、やばい。しかしですね、こういう時はなんかしてるのかしら、奥で。あ、切れてない、やばい、やばい、やばい、切れてない、切れてない、やばい、切れてない、切れてない、やばい、切れてない、やばい、やばい、危ない、危ない、あ、切れた。オッケー、不動の創意ですね。はいはい、音が回復してくれました。はい、のけぞらなくなるので、あの攻撃受けてものけぞりしにくくなるので、まあ攻撃に集中できる装備ですね。はい、あんな感じで
まあ、一定時間これが有効です。有効です。今ほぼ全身の部位が黒いトゲに覆われて近かってますね、はい、もう少しかな、はい、もうちょっとかな、まあ、この状態になるとさらにやばいんで、はい、気をつけたいとこなんですけどやっぱりなっちゃいますねまあ逆にちょっとよっ、おー、いけた。今右肩が白くなってますよね。そうですね、はい、そこをね壊したいんですけど壊せないかもなこれこれは無理そうだな。ただまあ、全身、お、いけましたね。いけましたね。さっき、はい、設置した起爆榴弾で壊れましたね、はいはい、まあ、ああやって本当は部位をねしっかりあのコントロールしていくっていうのが、まあ、このモンスターの、まあ、攻略というかですね。最後ね多分この全部の部位が、黒く、トゲが長い状態になるとですねこいつのまあ必殺技みたいなのもやってくるんでせめてちょっとそれをお見せしたいなと思ってるんですけども、やるかな。疲れましたねこいつ。お、疲れた。これは意外と巻き返している。お、よいしょ。やってくれそう？どうなんですか？どうでしょう、もう少しかな。もう少しじゃあ見てみましょう。総意の効果時間も切れてしまったんで、むしろ僕がやられる可能性も。設置榴弾あんな感じで仕掛けておくと結構役に立ちますよね。はい。今日はもう皆さんに使用していただける整理券がすでに配布終了になっているので、ぜひゲーム画面見てっていただきたいと思います。そうですね、そうですね、ぜひ、はい、こういうゲーム画面だけでも結構今回たっぷりお見せしてますんで。あ、やばいかなこれ、はい、だい、いやだめやるかな、無理か、やるかな、やるかな、もう逃げ回るしか結構じゃあ賞賛はっていうところであ、でもねもう少しだけ見ておきましょう。来るかな、もう少しだけ、もう少しだけ、はい、もう少し、もう少しこのメインモンスターを眺めときおきましょう。やり方をちょっと壊してしまったんでね、それが、お、うわー、来ましたね、これです、ドガーンっていうのが、うわー、壊していったね、いろんなもの。そうやると、自分でトゲも破壊してリセットされて、元、もう一回最初からの状態でスタートになるという。いいね、まあ、はい、という感じで、これが、はい、今回のモンスターハンターワールドのメインモンスターのネルギガンテです、はい、はいはい、討伐の方はですね、皆さん発売されたら皆さん の、 手で討伐していただけたらと思います。はい、はいはい、ぜひブースの方にもこのネルギガンテ今日いるのでよかったらどんくらい大きいのか後で見ていただければだなと思います。はい、はいはい、さあそれではですね、たくさん紹介していただいたんですが、ここからはこちらの商品ラインナップモンスターハンターワールドをおさらいしていきたいと思います。はい、商品ラインナップで大丈夫でしょうか。はい、いきますよ。商品ラインナップでいいの。はい、いきますよはい、まずこちら、はい、おさらいになりますけど、モンスターハンターワールドはですね2018年の1月の26日金曜日発売になります。パッケージ版とダウンロード版両方ございまして、それぞれですね単品のお値段はこのようになっております。でそこにですね違うやつ、それぞれ違うですねセットになったやつとかもあるのでそれをご紹介します。こちらまずはですねダウンロード版はですねデジタルデラックス版というのがございまして、こちらの方はですね、ダウンロード版のゲーム本編に加えて防具が ついてくるんですけど、これ重ね着装備といいまして見た目だけが変わる装備の種類になります。そういう重ね着装備っていう種類のやつがありますので、その種類のやつなんで自分の中身は自分の着てる能力でプレイしていただけるんですけど、見た目だけをこの見た目に変えれるっていう装備です。はい、あとゼッシャーですね、はい、先ほど一番初めの PV で最後に星座とかしてたと思うんですけど、はい、ああいうゼッシャーとかもセットになっている追加コンテンツとしてあるようなものですと。あとペイントとかヘアスタイルとかですね。でこちらですねそのような追加コンテンツとかがついて、お値段の方が、9241円税抜きになってます。はい、そしてパッケージ版もございます。はい、パッケージ版はですねコレクターズエディションというものがございまして、こちらの方がアートブック。アートブックはどのようなものが、まあ、モンスターを中心にした、まあラフデザインであったり、そういったものを、載せさせていただいてます。新モンスターを中心にやってるのでかなり見応えのある、はい、アートブックになってると思います。はい、そしてスペシャルサウンドトラック、はい、そして、先ほどちょうど見てもらいましたネルギガンテ、今回のモンスターハンターワールドのメインモンスター、はい、それ の、 フィギュアですね、はい、と先ほど紹介したデラックスキットですねのプロダクト
コードですね、こちらが入って、税抜きで 15,980円となっているものがございます。はい、そしてまだまだあります。こちら、お、あの藤岡要完全監修のやつですか。あのここだけ元気やらいつも。はい、まあちょっと監修させてもらいました。はい、はい、e カプコンっていう、あのカプコンの通販サイトがございまして、そちらの限定品になります。そちらの方がですね、オリジナルのヘッドセットリオレウスモデルという、これがあの藤岡要が、はい、あの監修したものなので、ちょっとこだわりを一言。はい、まあ、今回あのリオレウスの方でお願いしまして、まあ、赤色が結構あの印象的なカラーなんですけど、まあ、表側にせずにちょっと内側にさせてもらって、まあ、差し色的に赤を生かしてます。でその分表面はちょっと鱗柄みたいなものを入れさせてもらって、まあ、ちょっとモンハンっぽい雰囲気も出るかなと思ってますんで、まあ、これやって結構性能のいいヘッドセットらしいので、はいはい、これして、遊んでもらえるとより臨場感もあるかなと思います。はいはい、あのこのヘッドセットはですね、単品もあるんですけど、こういうセットで買っていただいた方がお買い得ということになってます。あと、モンスターハンターワールドはあのボイスチャットにも対応してますので、あのそういうので使っていただくのもいいですし、テキストチャットも対応してますので、皆さんお好きな方であのコミュニケーションを取っていただけたらと思います。これヘッドセットですからね、いわゆるここもあります。そうですね、はい、マイク部分は、はいはい、ヘッドホンじゃないです。はい、はい、そして次こちら、はい、こちらの方がですね、ダウンロード版の方に関しては予約特典としてついてきます。でパッケージ版の方は数量限定の、あ、すみませんですね、数量限定の特典としてついてきます。まあ、要は予約してもらった方がいいですね、これはね。でどういうものがもらえるかというと、防具はオリジンシリーズといって、これはモンスターハンターの無印1ですね。そうですね、はいはい、1の時のハンター装備を、まあ、今回、復刻させていただきまして、まあ、先ほどね、キャラメイクの時に、はい、まあ、装備選べたと思うんですけど、そこにこれ入ってきますんで、まあ、そこで好きなのを選んで、最初からこれを選んでいただいて、はい、プレイすることが可能になります。はい、でこっちは重ね着じゃないので、うん、はい、これはシリーズものの装備です。なのでスキルがあったり、防具の性能があったりっていうのをします。はい、はい、そしてですね、スキルの説明も先日やらせてもらいましたけど、五石がついてきました。追い風の五石というものもついてきます。これは徳田君。はい、まあ、スキルがついてくる装備カテゴリーで五石っていうのがあるんですけども、普通はですね、普通の五石は一つのスキルがついているんですが、この追い風の五石に関しては、攻撃力がアップする攻撃のスキルと、まあ、確率でモンスターの攻撃のダメージを減らす精霊の加護という二つのスキルがついている、ちょっと特別な五石になります。あとですね、ちょっと光って、まあ、オーラみたいなものも出てくるので、まあ、見た目的にもちょっと楽しんでいただけるような五石になっています。基本五石にはそういうビジュアルがないので、まあ、この、追い風の五石だけちょっと特殊な、そういう発光するギミックがついてたりします。はい、はい、というわけでぜひ皆さん予約の方をお願いできたらと思います。はい、この限定特典の方は後日別の方法で提供される可能性があるということです。はい、さあそして商品ラインナップラストになります。最後は何でしょうか。はい、ラストはですね、持ってきてもらいましょうか。お願いします。はい、お、来た、かわいい。はい、お願いします。あ、かわいい。かわいいですね。どっちの、どっちのことだ。こっち、いやいや、こっちじゃないです。レウスのモデルはそうじゃなくてですね、はい、なんと今回ですね、プレイステーション4の、あ、プレイステーション4プロ、プロですね、と同梱版がございます。はい、それがですね、こちらのモンスターハンターワールドリオレウスエディションということで、このようにですね、プレイステーション4プロ本体はオリジナルのデザインになってます。もう見てもらったら分かりますけど、とあとワイヤレスコントローラー、藤岡さんが持ってますね。これですね、こちらもオリジナルのデザインです。はい、そしてですね、ダウンロード版のモンスターハンターワールド本編が入っております。そして PS4 の用のオリジナルのテーマ、そしてですね、これすごいですよ、プレイステーション4、あ、ごめんなさい、プレイステーションプラスの2ヶ月券がついてるんです。これで発売がソフトよりちょっと早い2017年の12月の7日発売なんで、何を言いたいかというとですね、プレイステーションプラスの2ヶ月ついてるんで、ソフトが発売の時でも切れないですね。いいですね。なんですよ、はい、そういう特典もついてるので、はいはいはい、こちらの方、はい、こちらの方はですね、12月の7日はい、発売となっております。むっちゃかっこいいですよね。はい、藤岡さん、なんかこだわりは。こだわり、うん、あ、これはやっぱリビングに置いててもかっこいいかなと思って黒を基調にさせてもらってます。はい、でこっちはリオレウスの赤色を、まあ、ちょっと渋めの色にさせてもらって、まあ、ちょっと印象的にこう
まあ、飾ってもらえたら飾使ってもらえたらいいかなと、はい、思ってます。はい、はい、めっちゃかっこいいですよね。はい、はい、ということでありがとうございます。持ってきてくれた受付嬢さんもありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、ということで商品ラインナップは以上なんですが、続いてはコラボレーショングッズなど関連情報もご紹介していきたいと思います。こちらからいきましょう、はい、どうぞ。はい、何回かやらせていただいてますが、毎回大好評をいただいておりますユニバーサルスタジオジャパンさんとのコラボレーションが決定いたしましたということで、モンスターハンターザリアル2018、こちらの方が開催されます。はい、でこちらですね、ユニバーサルスタジオジャパンさんのユニバーサルクールジャパンの一環として展開させていただきおりまして、期間の方が2018年の1月の19日から、6月の24日までなっております。でですね、今ですね、内容の方ですね、いろいろアイデア出させていただいているところでですね、 かなり皆さんにまた期待に応えるような内容を目指してやっておりますので、はい、ぜひ期待していただけたらと思います。はい、詳細に関してはまた決まり次第皆様にお伝えいたします。はい、はい、これ発売直前も行けるんで、なんかテンション上げに遊びに行くのもちょっとプレミアム感がありますよね。ぜひこちら期間限定開催ですので、年明けを楽しみにお待ちください。そして続いての情報はこちら、エポスカードのご紹介です。はい、こちらも実物ではないんですけど、でしょうね。はい、これもらえるんですか。これです。大変ですよ、財布に入れるの。そうじゃなくて、これこちらですね、エポスカードさんとのコラボで、モンスターハンターワールドのオリジナルデザインのカードが登場しますということですね。はい、詳細の方宇佐美さんお願いします。はい、ということでこちらがですね、東京ゲームショウでのモンスターハンターワールド出展記念の数量限定のカードとなっていまして、先日9月21日から受付を開始しています。全国の丸い店舗のほか、カプコンエポスカード公式ウェブサイトからも受付ができますが、今回こちらの東京ゲームショウにいらっしゃる皆さんは10ホールのカプコン物販ブース内にもカプコンエポスカードブース受付がありますので、そちらからお願いします。そしてトートバッグが映ってますよね。こちらは新規の入会特典として調査団のシンボルマークがプリントされたオリジナルのトートバッグ、こちらも差し上げていますので、ぜひこの機会にバッグもゲットして、こちらのエポスカードもぜひ入会していただければと思います。はい、はい、では続いての情報を続けていっちゃいましょうか。コラボ商品続いては iPhone ケースです。はい、はい、次はですね、 iPhone ケースの大人気ブランドギルドデザインさんとのコラボレーションで、はい、こちらですね、はい、こちらですね、こちらのデザインの iPhone ケースですね。はい、こちらのが登場いたしますということで、しかもですね、この赤の方はですね、 TGS で先行発売ということで、はいはい、もう売ってるってことですね。だから、ああ、そうなんだ。赤の方は先行発売なんで、はい、こちらの方売ってますので、めっちゃかっこいいですよね。かっこいいですね。はい、で黒の方はちょっとですね、四つ角が緑になってるんですけど、こういうのはちょっとシルベムシをちょっとイメージしたカラーリングになってたりとかもします。はい、はい、こちらがですね、この東京ゲームショウの物販コーナー内のテラ社ブースで先行発売を扱っていますので、ぜひお先に皆さんゲットしていただきたいと思います。それでは続いての情報はこちら、グッズ情報いきましょう。はい、こちらはですね、今回モンスターハンターワールドのグッズ、いろいろこの東京ゲームショウで発売しております。いろいろあるんですが、まず、T シャツの方はですね、僕が今着てるのと一緒です。はい、背中に入ってるこの紋章が、これ調査団の紋章です。はい、はい、調査団の紋章、はい、いいですか。せっかくなんで、これが五期団の紋章なんです。五期団の紋章、それが胸に入ってますね。はいはい、受付嬢五期団なんで、彼女五期団なんです。はい、でまあ、後ろにも調査団が入ってますね、あれね、調査団。はい、はいはい、このようなデザインがあしらった T シャツがあったりとか、マグカップがあったりとか、このマグカップにある紋章が、あ、5期団のいろんな5期団の紋章があります。一番上の星みたいなやつがあると思うんですけど、あれが1期団です。で、下が歯車みたいなのがあるのが、あれが2期団で、あ、ちゃうわ、シャワー、ああ、シャワーって分かんないですよ、私たち。左側が3機団で、はい、4機団が右で、で5機団が真ん中、はい、ですというようないろんなグッズ売ってますので、よろしくお願いします。はい、はい、ということで、こちらの売り切れてしまう場合もありますので、早めにお願いします。カプコン物販ブース e カプコン TGS2017 出張所は10ホールにて営業をしております。
さあということで、はい、かわいいね、かわいい、ステージ以外でもブースでもたまに出てきてくれたりするので、はい、一緒に写真を撮ったりしてみてください。これスリンガーかわいいんですよ、ほらほら、鳩ダンス。あ、え、それ鳩なの？鳩ダンス、よく見てください、はい、めっちゃかわいいんで、はい、彼女はほとんど使わないんで、あさり、まあ、かわいいですよ、ファッション的に、はい、めっちゃかわいいんで、はい、ということで、じゃあ今日も一日よろしくお願いします、はい、受付嬢さんありがとうございます。あーす、さあ、そして今日ははい、もう一つありましてですね、はい、関連情報として8月から開始してました、日本、アジア圏とかだとヨーロッパ、アメリカの4地域ですね、このモンスターハンターワールドのですね、武器のデザインのコンテストをしてましたというところで、はい、非常に多くの作品エントリーしていただいたんですけど、はいですね、一次審査、二次審査でこの8作品が、うん、をまず選ばせていただきまして、はいはい、ここから二次審査というところになってるんですけど、はいはい、二次審査をは、まあ、ツイッターを使ってですね、ユーザーの皆さんとかにも投票してもらって決めたんですけど、はい、そしていよいよ1作品決まりましたというところで、はい、でこれ実際にその決まったデザインの武器がモンスターハンターワールドにも出てきます、はい、実装されるんですよね、実装される、はいはい、でどういうものかというとこちらです、はい、だ、はい、これが最優秀賞というところで、はい、藤岡さん、なんかこのデザインの、はい、まあ、もちろん8作品本当に、まあ、8作品以外もめちゃくちゃいいデザインありました。でもちろんデザイン映えするやつもたくさんあったんですけど、実際ゲームに入れた時にこういろいろギミックが楽しいものがいいなと思ってて、で、まあ、こうためになるとこうちょっとブーストが出たりとか、まあ、これとかちょっと実際ゲームの中に入れるとすごい映えるかなと思って、うん、はい、で実際にゲームの中に入れることをちょっといろいろ想定して、まあ、今回選出させてもらいました、はいはい、他にもねすごい面白いユニークな武器のデザインとかいっぱいいただいてたんですけど、まあ、今回このような形で、はい、優秀さ、はい、最優秀賞というのを決めさせていただきましたので、はいはい、ゲームに登場しますので皆さんご期待ください、はいはいはい、ということで最優秀賞はインパクト702こちらに決定いたしました、はい、嬉しいですよね、自分が作った武器とか投票した武器が、ね、出てきちゃいますからね、本当に。でもしかもやっぱりみんな上手くて、うん、上手かったりとかいろんなギミックを考えてくれるんですよね。そうですね、いろんなアイデアを、ね、いろんなアイデアが、はい、本当にありがたい話ですよ、はい、ご応募いただいた皆さんもどうもありがとうございました。さあということで、そろそろお時間になってしまいましたので、お三方からメッセージをいただけたらと思います。徳田さん、お願いします。はい、東京ゲームショウ一般の試遊の方が今日から始まりました。ですね、ワールドチームの方、皆さんに楽しんでいただけるように作ってきたつもりだったんですけども、どんな反応いただけるかちょっと不安だったところもあったんですけど、まあ、今のところこう好評なようで、開発するとちょっと一安心している状況です。あとまだまだですね、伝えたいこと、たくさんありますので、これからの情報の方をちょっとチェックしていただければと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。藤岡さん、お願いします。はい、まあ、ようやくこうやって日本のファンの皆さんに触ってもらえる機会が、僕たちもできて本当に、やっとここまで来たなというふうに思ってます、ただここが僕たちも、本当に日本のファンに向けてはスタートだと思ってますんで、まあ、いろんな情報をどんどん出していきます。なので、まあ、もっと触ってもらう機会もね増やしていきたいんで、今日はちょっと本当に整理券いっぱいになっちゃって触れなかった残念っていう人たちもいると思うんですけど、まだまだ情報を出していきますんで お待ちいただけたらと思います、はい、これからも応援よろしくお願いします。藤岡さん、ありがとうございます。では辻本さん、お願いします。はい、結構藤岡さんが言っちゃったんであれなんですけど、東京ゲームショウ始まりまして、今日3日目で、明日ももう1日ありますので、明日の情報もぜひ期待していただきたいというところと、あとプレイアブルで試遊出してるんですけど、やっぱりちょっと、整理券の方が早くなくなったりとかしてるっていうのお話もやっぱりいっぱい聞いてますので、先ほども言った通り、この東京ゲームショウ以外でも皆さんに触ってもらえるような機会というのは考えますんで、ぜひ今回で触れなかった人はそちらの方でぜひプレイしていただけたらと思いますので、そういうのも情報ぜひ注目しておいてもらって、そのここで触れなかった方はまた次回どこか必ず考えますので、そちらの方もご期待ください。はい、はい、ありがとうございます。モンスターハンターワールドは2018年1月26日発売予定です。お付き合いいただきました辻本プロデューサー、藤岡アートディレクター、徳田ディレクターでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。